LUNAR DREAM c セ p プロ l PROJECT は、大塚製薬、シンガポールのアストロスケール社、アメリカのアストロボティック社によって構成される、LUNAR DREAM 実行委員会の主導で、進行していた民間による、月面着陸計画である。38万キロメートルのカナタの月へ、ポカリスエット型のカプセルを送る予定で、カプセルに同封するメッセージを募集していた。 月面にポカリスエット型のカプセルを送ることを目標としており、プロジェクトは2014年5月15日に開始された。民間による最初の月面着陸を目指すグーグルルナー、X プライズのアストロボティックテクノロジーのクリフィン着陸船に相乗りする形で月面到達を予定しており、応募者からのメッセージを刻んだプレートとポカリスエットの粉末が封入された。 LUNAR DREAM c セ p l と呼ばれるポカリスエット型のカプセルを送り込むとしていた。技術面では東京大学、九州大学、九州工業大学、雪精密、海外工業、電化被膜工業が参画していた。当初は打ち上げは2015年10月に予定していたが、後に着陸船の新技術搭載のためという理由で2016年夏に延期された。 しかし2018年現在も打ち上げは行われておらず、Google ルナー、X プライズ自体も2018年3月に期限切れで終了となっている。ありがとうございます。